こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムソロを途中でロストしちゃった場合どうしますかみたいな、4バスとか8バスとかはまあなんとかなるんですけど、ワンコーラスドーンって振られた時に、じゃあロストしました。でこれロストした後にもう皆さんこうやっぱね、ドラムってね、テンポを一回止めるっていうのはめちゃくちゃ怖いんですね。すごく気持ちわかります。ただテンポを変えるとか、アッチェルランドするとかっていうのはやっぱドラマーにとってすごい苦手だと思うんですよ。僕もこの間、クラシックのこのオケの仕事やってたんですけど、もう僕はだいぶ慣れてますけど、でもやっぱりアッチェルランドしたりとか、こう指揮者のこのテンポでみんなでせーので入って、そこで、いかにこう、ジャストフィットするか、でもジャストフィットしなくて指揮者にどんだけついていくかってすごい怖いんですね。なので、まあドラムってそういうこうキープする楽器なのに、キープしないっていうのはものすごく怖いな、気持ちはすごくよくわかります。でもこういう時ってもうキープしてて戻れることはもうないですね。なので音をスカスカにするか、っていうかもう一旦止めるしか方法は僕はないと思ってるんですね。で、もちろん理想はそうです。ワンコーラスもちろん歌い切って、で、みんなでせーので入ってくれるのが理想だけど、で、わかんなくなってどうするって形になるよりは、もう明らかに示しちゃった方がかっこいいんで、そこら辺のお話をやっていきますね。で、止めるっていうのはどういうことだって言うとですね、まあドラムソロしてるじゃないですか。あ、ロストした。この後フリーソロでとか全然違うテンポで、まあいろいろやっても構わないけど、基本的にまたこうで終わる。でそっからもう入れるじゃないですか。4小節レガーとして、まあ、定番でやれば入れるのと、わからさまだとこれちょっとあからさまなので合わない曲があったりするんで、まあこれなんかも一つの方法だし、なんかこれ例えば僕がよく使うのはシングシングシングかな。あれシングシングシングはカウベルでタッコン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 パンっていうのがあれ原曲で入ってるんだけど、あれあれはワンツーワンうんの方がまあかっこよかったりするかなっていうか、分かりやすいっていうか失敗しないんですよ。だってカウベル裏からじゃん、ウカンウカンウカンっていうと、そのフレーズ知らないとみんな入れないでしょ。なので、戻ってくるフィルが今のこのかワンツーワンツーダダダダダダダバンからね。あとこれも知ってないと無理かもしれないですけど、ブレーキのこれ4小節だから、まあ4レガートするワンツーワン、ここら辺でも顔でもう入ってねって感じの顔をしてれば結構入ってくれるかなっていう感じですね。なのでそれで慣れてくれば怖くなくなるんですよ。だからうまくいっててみんなが OK って感じだと入ればいいし、みんながごめんわかんないって感じの顔してくれたらもうワン、ツー、ワン、ツーにやってもいい。これバディリッチよくやりますよね。バディリッチ、スカラシップの時にビニーカリアウトでもこれで戻ってますよね。なのでこういうの別に恥ずかしくないので、むしろどうしていいか分かんなくてこう停滞するよりは、もうこうしたい、もう今日はこうダメだからこうするよみたいなところが、これすごい大事ですね。ここら辺のことをやっていただければ全然いいんじゃないかなと思います。はい、というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ
メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。